どうも、ミカです。今回8回目の結婚記念日で兵庫県は有馬温泉へ癒しの旅と題してやってまいりました。なんとかこの日はお天気も持ってくれてね、寒くもなく過ごしやすい一日でした。で、香川県から有馬温泉まではだいたい早くて2時間程度の距離です。密集したろうな。兵庫県ってもうなんか兵庫県に入った瞬間に兵庫なんよね。すごいわ。ほんますごい。これ全員そんなんでなって、これ出たすごないこれ、ね、もうこんだけ人がおるやで、ね、このマンションだけでな。あのでかいマンション見んもん、そもそも普段。すごいな。ちょっと寄り道します。 GU へね、わざわざ兵庫まで来てね、 GU にね来ました。はい、有馬温泉街到着しました。本日のお宿、有馬御苑さんです。ちょっとね、早く着いたんで荷物だけ一旦預けて散策に参りたいと思います。今日は結婚記念日で、ここ兵庫県は有馬温泉に来ております。早速ですね、観光スポットがねね様が、はい、豊臣秀吉さんの奥さんのね、ねね様の橋ですね。朱色の美しい橋ですな、風情ですな。でねね様に向かい合ったところに太鼓さんもいます、ね、こっち主役ちゃうんって思ったんやけど、全然人おらんかった。むしろうちらだけしかこの写真撮ってなかった、秀吉さんと。すっごいここに来てドンってなったしな。あれかな、女好きやけ人気ないんかいの、秀吉さん。20人ぐらい側室おったんやろ。最高検事だ。浮気たらしの男の人ってやっぱ嫌やな、現代においてもやっぱ嫌やわ。温泉地巡りもいいんですが、今日は食べ歩きをしますので、食べ歩きの場所を探しに行きましょう。ラーメンあるかな。どのあたりが食べ物屋さんが密集したんやろうね。わからん。みんなについていったら、紅葉が美しいですね。はい、でも今日は紅葉を見るために来たわけではなく、食べ歩きを食べるために私たちはここ有馬温泉にやってきたのであります。今日が7年目終了で、明日から8年目、結婚8年目になります、はい、8年目です。末広がりですね。はい、ではお楽しみの食べ歩きにいざ行こう。あのこの日ね、祝前日っていうのもあるし、紅葉のハイシーズン、全国旅行支援と兵庫県民割っていう、なんかフォースパンチでもバチクソに観光客いっぱいやったん。もうカメラ触れど触れどこう人がおって、もうちっちゃいお子さんとかもおったからね、もう映したらあかんと、これはね、迷惑になったらあかんから。本当はね、こう旅番組みたいに一軒一軒お店紹介しながら行きたかったんやけども、まあね、これ他の人の迷惑になったらいかんので、もう画角内がちょっとあの地面とか壁率がちょっと高いです。なんかさ、でもパッと見あれじゃない、コンピラさんみたいな。栄えたコンピラ。はい、こちら絶対最初に来ようと思ってたお肉屋さんです、うん、ここが第一関門。昼間に飲むビールって背徳感あってよりうまさ増すよな、うん、なんでやろ。でこのコロッケもものすごいうまい。なんかコロッケ自体に甘みがあるのよ。でこちらのミンチ、神戸牛のミンチ入っとんやって、そらうまいって。これでビールに合うんよ。なんでもビールに合うんよ、揚げ物は。揚げ物が一番勝利優勝。うまっ。これこちらね、路地裏っぽいところ進んでいったらあるんですよ、上成コーヒーさん。有馬温泉チーズケーキの一口サイズっていうのを購入して食べました。食べ歩きにぴったりね、こういうの。うまい。しんどくなってきた。山なんだもの、ずっと。もう私ね、結構ね、足きてます、パンパンです。風情、お線香の香りが漂ってました。山田さん、ありかちゃん、お土産も買いました。次、みたらし団子ですね。ここのおっちゃんめっちゃ喋るんよ。ほいで、なんか香川県に来たことある言うて、なんか団子炙っときましょうかって言われて。すごい喋る。スプ
ペシャリテ。どう？あ、うまい。うまい？食べ歩きって出来立て食べれるっていうのがええよな。なんかな。かきっしょ。かりんとうまんじゅうと、はい、酒まんじゅう一つ。ほっかほか、このお酒のおまんじゅう。なんか、とつあん、ワクワクさんみたいな顔してない？かりんとうまんじゅう。うわぁ、やられる。うん。どうですか？めっちゃうまい、これ。めっちゃうまい。くれや。あ、うまっ。かりんとうや。うまっ。かりんとう。これがかりんとうや。うまっ、これ。うまい。正直一番美味しかったかもしれん、このかりんとうまんじゅうが。私なんかお土産で買って帰ればよかったな思って。あ、気が利かんやろ。もう少し散策して食べたいところではあるんやけども、お宿に戻ります。6時20分頃にね、お部屋食があるんでね、腹のスペース空けとくっていうんと、それまでにここの温泉をね堪能しとこうと思いながら、はい、ウキウキしながら歩いておりますよ。はい、じゃあお部屋紹介をさせていただこうと思います。こちら三つ星ホテルの有馬御苑さんで、今回不要酸素デラックスルームっていうお部屋に泊まりました。こちらね、小学生以下のお子様はご利用できないお部屋となっているそうで、静かな環境をご希望の方にぴったりということです。はい、というかね、そもそもうちらの場合は喫煙できるところがここしかなかったっていうホテル探すのも旅館探すのもまず喫煙ルームから探すんでね。でもすごく静かでしたよ。六甲山が目の前にあります。美しいですね。春の桜のシーズンも多分ここ綺麗でしょうな。それでは西の温泉を堪能しに行ってくるよ。ちょっとだけね、ちょっと遠いんよ。ちょっとだけね遠いんよ、温泉行くまでにね。ちょっとね、ちょっとで、ちょっとだけで。はい、見慣れたすっぴん、ミカちゃんね。はい、さっぱりしまして、金銭と銀銭っていうのがね、2種類入れるんですよ、ここの、有馬御苑さん。で、金銭は小宝の湯っていう、はい、有名だそうです。鉄分と塩素を含んでいるお湯で、ね、そこ見えんかったやろ。で、舐めたらね、しょっぱいの、本当に。そう、トゥルトゥル。なんで、ね、不妊治療頑張ってる人は金銭の湯おすすめです。銀銭はね、更年期障害にいいそうです別名若返りの湯って書いてました。はあ、さっぱりしまして。はいはい、お部屋食始まりました。はい、もちろんね、地ビールもいただかんとね。この神戸牛のサシの美しいことよ。美味しいんですけれども。美味しいんですか。ダルス。ダルス。これがダルス。これダルスでした。これ。ダルスって何よ。なんか海の竹っぽい味ですね。ダルス。ダルス。甘め。めごち。優勝。美味しいね、このお魚。くらいきます。私もくらいきますやられたな。お見舞いされてますよ、うん、でビールに合う、はい、湯葉巻き、はい、すごくいい音してるね、はい、おしゃぶしゃぶ行こうかと思います。肉の色が違う。肉粉もう笑った笑お布団みたいな。どういうこと。柔らかいお布団、柔軟剤がいっぱい入ったバスタオルみたいな、うん、とても飲みやすいです。全部の歯の隙間にえのきが入っていく。有馬御苑 CM
作ってやった。見たら、母さんが。ちょっと見せて。みんなも気になるよね。こちら。日本書紀にも記されている日本を代表する名泉有馬温泉の限定商品、六甲長尾山系のなんとかなんとか水となんとかなんとか山田錦を使用し、清州酵母と清州なんとか技術を持ってなんとかした淡い金色の色合いのバカシュ米の旨味と豊かな香りが和食にもよく合いますです。まあだからあれでしょ、温泉のなんかのあれでビールをあれしてるっていうね。あのね、もうね、編集しながらね、記憶をたどる作業しましたよ。もうほぼほぼ覚えてない。まあ楽しかったなーっていう記憶で埋め尽くされてるけん。これ見返してドン引き私。気がする。バカ舌でもわかるぞ。歩いてこないのを進んで腕を振って足を上げてあんたおんあパジャマ見せようかなこれごめんなさいね、はい陽気ね私ね。カフィゴン途中 GU やってね、このポケモンコラボのグッズ購入してました。わー全然柄が見えん。ゲンガ、はい、いやいや、何で食いしめるよな、何しようやろこれわからん、わからん、ごめん、めっちゃ警戒やな私な。お酒って人を陽気にさせるねってことやね、これね。でもう寝ろよっつって布団も引いてくれたんで、ぼちぼち寝ようかなと思います。はい、2日目の朝、大雨でございます。おはようございます。今日は祝日ですので、おそらくたくさんの人がここに有馬温泉に往来するかと思うんですが、今からね服着替えないと、あの配膳係の可愛いお姉ちゃんが朝ごはん運んでくるので着替えたいと思います。こちら GU で買ったゲンガーのニット、これね同じの着てる子に遭遇してね、私思わず顔伏せましたね。同じ服の子と出会ったらね、ドッペルゲンガーみたいな。はい、こちら朝食です。ほぼもう黙食ね。あの枕がね合わんくてね、いつもそば柄の硬いやつやないと寝れんのよ。うん、昔からね。すごく美味しくで朝食堪能しました。でその後は1時間ほど走らせて大阪の方に来ました。でキングダム店横目でチラ見しての、はい、ここ任天堂ショップはもう入場制限出て入れもしませんでした。もう悔やまれる。中見ることもできんかった。でもね、我ら本命がねこちらカプコンショップですね。モンハンラブなんで上手に焼けました。ただね、このカプコンカフェが予約取れんかったのよ。もう悔やまれるここまた来たいわ。帰りにね、神戸のこの南京町に寄って中華の食べ歩きをしてね帰ろうっていうことになりました。帰り道なんでね、ただ祝日なんでね、めっちゃ人多かったここ。あ、これちまき、五目ちまき私初めて食べたんよ。でこれ以来私ちまき伝説が始まってね、今めちゃくちゃハマってますちまき。うまい、うん、焼き小籠包割ってスープ飲んでねって書いとったんやけど、白あんまないな、入ってないなと思ったらダダ漏れとったね私ね。ちゃこちゃならんのんで急遽帰ることにしました。もうびっしょびしょよ、おろしたてのニット着とんのにさ、この幕閉じよ。まあ楽しかったからええんやけどさ、まあ、今回の教訓として旅先では枕持参しようと思う。うん、